はい、どうもこんばんは。沖縄おばばでございます。はい、これが今日の最後の動画になります。えっ、ー、とですね、まあ、食料のキッもあるんですけど、おまあ、繊維製品ですね。はい、えー、ここにも繊維製品が写ってますけど、はい、繊維製品もちょっとね、危なそうな感じになってきました。はい、えー、まあ、C の国でね、えー、割と日本の 使ってるね、お洋服とか、まあ、こういったタオル類が作られてることが多いんですが、が、えーまあ、ま、C の国はいろいろ問題があるんでね、アジアに、東南アジアに移しましょうって言って移ってったところありますよね。はい、えー、バングラディッシュです。今、あバングラディッシュで、えー、 働かないよー給料上げないとというストライキが起こっております。はい、これでね、H&M とか、ザラとかね。はい、えー、まあ、いろんなね、メーカーさんありますよね。えー、ちょっと、まあ、お手頃価格の、そういったメーカーさんですね。そのメーカーさんのお洋服が、納品できなくなっているようです。 はい。えー、靴のメーカーなんかもありますよね。えー、ナイキさんとかね。えー、まあ、C の国はね、いろいろ問題があるんで、えー、まあ、それ人件費も高いしね、っていうことで、えー、このバンのグラディッシュに移っていったのはいいんですけど、はい。えー、バングラディッシュでも、おなんて言うのかな。インフレが起こってるんですよ。はい。 えー、世界中でインフレが起こっているということですねイ。インフレが起きちゃってるんで、もうね、こんな給料じゃやってられないと。はい、えー。びっくりしました。100ドルないんですよ。1ヶ月の給料が。はい。まあ、バングラディッシュに安いっちゃ安いんですけど、基本的のね、基本的なその生活費っていうのは安いとは思うんですけど、まあ、それにしてもっていう感じですよね。 はい。なので、ストライキが起こっております。はい。これで、メーカーさんのね、えー、お洋服が、あまあ、滞っていると。そういうことでございますね。まあ、どこでもね、あの、いろんなものの値段がですね、食べ物の値段とかが上がっちゃってるんで、そりゃストライキするでしょうって感じですよね。はい。1ヶ月ね、 ちょっと100ドルぐらいでね、働かされてたら、それたまったもんじゃないわなってことですよね。はい。まあそういうことで、今繊維業界にもね、えー、いろいろと、<laughs> いろいろと走っているということですね。はい。えー、まあそういうことです。まあ日本でもね、H&M とか ZARA とか着てる方多いとは思うんですけど、 えー、どうやらあ生産停止で新しいものがあ入荷しない可能性もなきにしもあらずでございます。はい。えー、まあ、どの道ね、えー、値段はずっと上がってくんで、こういったものもね。はい。 えー、なんで、備蓄は今のうちにしてしまいましょう。まあ、タオル類はね、ここにあるような、タオル類はこれ島村さんのなんですけど、はい、このまま、この前島村に行った時に買ってきました。はい、えー、サンリオのコラボの島村のタオルでございますね。<laughs> はい、えー、キティちゃんとマイメロちゃんでございます。はい、えー、まあ、島村さんのタオル、あの、非常にね、えー、厚みがあって、 えー、まぁ、あ、正さんで買うよりも、おちょっと厚い、厚めなんですよ、生地が。はい。なんで、えー、ちょっとね、えー、こういう感じで、生地ちょっと厚めなんですね。なので、結構気に入って使ってます。結構ね、肌触りいいんでね。はい。まあ、そういう感じですね。えー、まぁ、あ、ほんいろいろなものが、いろいろなものが、こう、やばくなってきてますね。 はい。えー、やってきましたという感じで。はい。次は繊維業界にいろいろと激震が走るようです。はい。えー、次は繊維業界。 はい。まあ、この前ね、ちょっと、安いミシンです。はい。安いミシン、1万円ぐらいのミシンを Amazon で頼んでみました。はい。えー、ちょっとね、あの、お直ししないといけない洋服とかあって、ちょっともう行くの嫌なんですよね。あの、はい。あの、あむやみに出かけたくないんで、はい。なんで、えー、ミシンもちょっとポチってみました。1万ちょっとのね。 はい。まあ、あのー、日本のメーカーのなんて大丈夫だとは思うんですけど、はい。えー、そんな感じで、またミシンが来たら皆さんにお見せしたいと思います。ちょっと洋服をね、直したいところがあるんで、えー、購入してみました。はい。えー、まあ、自分でね、ミシンなんかがあればね、えー、洋服、まああ、持ってる洋服を直したりとか、いろいろね、えー、自分で作って着れたりするんで、えー、まあね、いいんじゃないかなと思います。 はい。まあそういうことで、今のうちでございます。すべてのものが。はい。えー、まあこれ CNN のニュースさんなんでね、えー、貼っておきますので、見に行ってください。はい。バングラディッシュで、えー、アパレルメーカーの人たちがデモをやってて、納品ができないというお話でした。今日も一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。そして、えー、皆さんね、 また明日も元気なお顔でお会いできるのを心待ちにしております。はい、えー。本当に心から感謝いたします。ありがとうございます。沖縄おばばでした。今日もね、えー、素敵な夜をお過ごしくださいませ。